はい、おはようございます。昨日までの結果がこんな感じで、あ、ボリュームもうちょい大きい方があるか。それでこんなデッキで終わりました。耳につくな、これぐらいの音量じゃないと。まあ最後蘇生してもらうスズメが2体ぐらいおると、ハバキの性能が生きたかなというところで、1ターン目はオンジはもう完全期待値だよね、これは。ちょっと、しっくりくるとまでは言い難いデッキでしたけど、はい。では本日やっていきましょう。今日は風56。こんなん考えたんですけど、とりあえず玉コンボでいこうと。で、初手3体はもう全部コスト軽いやつ。一応全部限界突破完了で。はい、そんな感じでやっていきましょう。玉コンボにどうつなぐかっていうところだと思うんだけどな。それか皮変で玉コンボ潰すとかか。そう、初手おっさんも考えたんだな。おっさんめんどくさいだろうな。倒せるんかこれ、おっさん。ああ、よかった。おっさん倒せたの。一人じゃないか、あれは。あれだよな。コスト的な期待値考えると使うわな。火が入るし。迷った初手はおっさんか。おっさんめんどくさい、ほんと。これ、疲弊されるとたまらん。あ、そうか、疲弊がありか。ああ、そういうことか。疲弊でもコスト的に重いよね。ああ、それが出てくるか。疲弊入れると玉コンボは無理か。これわかるよ。同格だよ。取っちゃったかな。コンマ用法だったか、これ。同格だったような覚えあるんだけど、ワッとかザッとだったよ。あれ、カンマのウィッチか。やべ。やらかしたな、完全に。あれって同格じゃなかったんか。しくったな。あ、これあれか、蘇生すると回復が生きるか。あ、みかん先生も来るか。みかん先生も来るか。トゥートゥー構文だよね。これ回復できるんじゃないですか。
greatest desire. は、初めてお正月記憶を使ったんじゃないか。30分はあんまあれか。気休め程度か。水の割合のが多いがね。Dead, anxious, worried, willing.なんか微妙だな。玉コンボあんま意味ない。一応水も吸えるっていう設定にしたんだけど、どうでしょう。100% アップされて、あんまなんか意味ないか、玉コンボ。別路線で考えた方がいいか、これ。全然、なんかコンボしてないよな。これちょっと考え直した方がいいな。Thanks. これあかん、考え直した方がいいよ。あんまコンボ機能してない、なんか。いかんな、これあんま機能してないな。これってさ、いやこれスティーブ・ジョブズのことを要は言ったんでしょ。え、それは分かっとんだわ。あ、そういうことか。これファインドを動詞で捉えとったんだ。ファインドインタレスティングではない SVC の方なくファインド OC。 あー、そういうことか。オブジェクトが関係質になって、はい、空詞に入るってことだから不完全文になるってことか。いや、これカンマがあるからウィッチ入れるだけじゃダメなんだわ。あれ、同格の問題だと思ってたんだけど。 He soon found がなくなるからってことだね。だから習い始めた書道のカリグラフィーをが空白部分ってことだもんね。うん、あとは先行詞取らんの分かってる。あ、そうか、同格。あ、そうか、完全ななんか思い込みだったんだ。これは正解率高いね、これ。多分俺これカンマ見てビッチ押しとんじゃねえ。それじゃあかんのだって。完全文か不完全文か、自動詞か他動詞か、かけがあるかないかを見んとこれはダメなんだって。カンマ見てうちは絶対詰まるからさ。うん、それであれだな。いや、これは見た瞬間だって答えれるんだわ、こんなもん。かんねえ、これちょっとこのデッキは、うん、ちょっと考え直します。もうちょい構築してやっていきます。はい、そんな感じで終わり。